はいどうもダークネスローズです。えっ、ー、と、こんばんは。えっ、ー、と、今日は8月の20日、金曜日やね。もう週末やね。<laughs> えー、今日はいつも大体ね、まあ眠くはなるんやけど、いざ寝ようとしたらなかなか寝れないっていうコースなんやけど、昨日なんかもうこのぐらいの時間めっちゃ眠くて、 1>, でまあ1時ぐらいになってまあちょっと用事済まして寝ようって思ってそっから実際寝たの3時ぐらいだ,よね <laughs> だからその眠いことは眠いんやけどいざ寝ようとしたら寝られへんみたいななんか悲しい悲しいっていうかなんかね <laughs> なんで寝ようとしたら寝れないのみたいなね逆になんかなん,でなんでもないっていうか今寝たらあかんのにって時は寝てしまうんやけど、ね。 えーっと今日の話なんやけどウィーチ,チカピは関係ないよね <laughs>。これはねちょっとその下水話とか黒い黒目の話をするときは主にあのダークピカチュウとかウィーチカピの画像をちょっと使わせてもらってるんでっていうだけの話なんでこれ全然関係ないんやけど、えー、っと今日の話は昨日ねあのとあのゆっくりの新作の第5期の「えと」と 東方義大局第5期のねのえっ、ー、とタイトル決定についてちょっと話したんやけどその前にあの余談としてその雨,雨上がり決死隊の解散の話をちらっと触れたちらっと言うから多分5分ぐらい触れたと思うんやけどまあその話についてちょっと動画撮ろうかなってなんか結構話題になっててあのめちゃくちゃ俺が気になることがあるっていうかすごい嫌なことがね何個かあってなんやろなっていうのが。 何個かあってまあちょっとそれについて解説ではないけどまあ俺の考えを述べていこうかなと思ってまあ何個かの視点からまずいこうと思うんやけどまず第一に俺が最初に見た時の話については昨日ちらっと話したと思うんやけどあのフジモンが泣きすぎっていう話とかまあその方向性の違いがあるから仕方ないよねっていうこととそもそもそ,のそもそも論としてその宮迫氏だけじゃなくて。 その闇営業問題自体がこれ芸人悪くなくないみたいなそ,のそれに関わった人全員ねあのその宮迫さんとあの論文の寮さん2人が悪くないとか他の人はいいとか悪いとかの話じゃなくて根本的に全員誰も悪くないやん別にって誰も悪くないのに悪いみたいになっててその反省しないのおかしいとか。 あのみんなに迷惑かけたんやからとかってギャーギャー騒いでるやつの意味が全くわからないし何それっってていいいうう話でしかななののが俺の見解なんよだからそ,のそんな状況の中でただ単にまあ宮迫氏はそのテレビに出れない間にね YouTube っていう世界を見つけ,見つけてっていうかそ,のそこを開拓してそこを自分の新しい居場所として新しい自分が。 輝ける場とししてて利用してそう今までここまでやってもあの光くんとかと一緒にねやってきてるわけだからまあそれとそのまだそれテレビで『アメトーク』とかでね活躍をしようっていう今まで通りの行こうっていう考え方のホットちゃんとで言ってホトちゃんもそのえなんで YouTube でそういう活動まあ YouTube をやったことは多分なんか YouTube をやったことが微妙みたいなこと言ってたみたいな。 切り取り取方をされててたけど多分そうじゃなくてだって YouTube 自体はほとちゃんもやってるから YouTube を始めたことっていうよりもゆの他の YouTuber とか他の芸能人との絡みとかその身の振り方とかがやっぱりほとちゃんから見たら納得ができなかったんだろうなだからそこがもう方向性が違いすぎるから一緒にはやれないなって思ったんじゃないかなとは思ったんやけど。 まあ、なちらほらねそのネットのニュースとかでやっぱりああいう大きなことがあったんでいろんなその尺度からの記事が上がってるんやけど、まあ、そのさっきのフジモンの話に関しても記事で俺も見たんやけどねそれと同様にまあ記事が上がっててやっぱりねああいうネットニュースとはいえ結局はその大元にあるのは新聞であったりとか、まあ、テレビのそういうところが出してるそのまあ ねえその大手キー局のテレビが出してたりとかそことつながってる記者の人が出してるやっぱオールドメディアなんよね結局新聞社なんよただ単にネットに出してるだけであってでもっと言ったらネットに出してない,そういう新聞とかじゃないオールドメディアじゃないっていうなんかもうフリーのライターみたいなのがやってたとしてもそれはそれでそいつの言うことも正直当てにならないけどただもっと当てにならないと思うよぶっちゃけ。 あのやっぱりその媒体を変えただけでやってる人たちの中身の人は一緒やから要は中の人が一緒な状態だからその紙媒体からネットの記事に変えてるだけネットの記事にも出してる多分両方出してるんやろうけどしてるだけのことなんでやっぱりね偏ってるっていうか偏るっていうのとも違うなやっぱ古臭いんよね言ってることがまず一つに。やっぱりその俺も別にあの まあ宮迫講師のチャンネル割と好きで見てはいるけど別にその何芸能人として人としてとか大ファンっていうほどのことではぶっちゃけないんよぜあの全動画見てるわけじゃないし面白そうなやつだけ見てる感じやからそのなんていうか全,全工程全擁護をするつもりは全くないけどただその叩いてるやつまあ昔からそうよあの宮坂氏がデビューした 頃から、まあ、宮坂氏だけじゃない他の人でもその炎上した後に YouTube を始めたような人ね、あのー、TKO の木下さんとかその辺もそうやけど、まあ、あと中田のあっちゃんとかもちょっとそうかなあと金庫の西野さんとかあの辺のちょ,ちょっとうさんくささがある人たちが叩かれるところっていうのは古臭いんよねなんで古臭いかっていうと。 やっぱりどっっかかしらにテレビを裏切ったとかそういうい感覚があるんよ、ね、そのもちろん直接的にそういうことは記事の中には書いてないけどただその言葉の端々にそういうニュアンスがあるんよね。でまあそれをまあ俺もずっと感じてたからそのネットニュースなんか全然見てなかったんやけど今日ねちょっと偶然手が空いた時にまあ見ちゃった記事があってまあそれも。 えっとそれはなんかいつもはそのまあ宮迫氏を叩いてほとちゃんがかわいそうってあの柴田がねそれこそ YouTuber の柴田があのそういうことを言ってたよほとちゃんがかわいそうだと全部宮迫が悪いんであいつはってまあ柴田に関しては昔から言ってるからねあの宮迫氏が YouTube を始めた時から言ってるからまあまあ一貫してるからねあの人に関して別に。 その正しいとは思わんけど正直柴田のああいうなんか常識人感は俺あんま好きじゃないんで <laughs> あれなんやけどまあただ一貫してるから別にそれをどうこう言う話ではないかなとは思うんやけどただその柴田と同じ方向性でさ出してる記事がやっぱり多いんやオールドメディアは。やっぱりそのテレビ側のホトちゃんと YouTuber ーー側の宮迫氏みたいなところがやっぱりあってまあなんかそういう。 感じがあるんよねまあ大体見せ方としてもそんな感じもあったしまあ宮迫市も宮迫市でもう正直その「ほとちゃん」とか「アメトーーク」そのものにはこだわりはあってもテレビに多分こだわりってないと思うよねぶっちゃけ。テレビみたいなものを YouTube で作れるわけだからぶっちゃけね。っていうのがあったんやけどその記事に関しては逆方向から書いてるような記事だったんよその見出しだけ見る限りは。言ったら えっとまあこれなんか実際にあ炎上したらしいんやけどほとちゃんがゴルフのチャンネルを YouTube に持ってるんよねうわ結構最近作ったんかなのチャンネルがあってそのチャンネルにその宮迫氏の YouTube のファンのキッズたちが突撃したっていう噂噂じゃないわっていうことがあったらしいよね要は最新の動画にバーっとアンチコメントがついたみたいな。で その確かにまあ俺もそのそこのコメントをあの逐一見たわけではないけどまあそのうん記事にあったのに抜粋してあったよねそのこういうコメントそのキッズたちのこういうコメントが来てましたっていうのは確かに罵声もあったしまあクソガキが騒いでるなんかあの。 ホトちゃんなんて面白くねえんだから宮迫がいなかったら何の面白くねえんだからお前調子乗ったこと言ってんじゃねえよみたいなそのガキ丸出しのコメントも確かにあったけどその的を射てるとは言えないまでもねそのほとちゃんが YouTuber を見下してるみたいなことを言ってたっていうのは俺は思うぶっちゃけ思わないからその的外れなことは言ってるけどただ別にその罵声とかでも何でもない。 コメントを抜粋して書いてるのに、こんなキッズばっかりっていう言い方をしてるんよね。その記事はだからぶっちゃけね。そのホトちゃんが youtuber とか youtube を見下してるんじゃなくて、そのその記事書いてるやつが youtuber 見下してるんよ。ただ単に俺それがめっちゃイラつくっていうかうん。やっぱクソやなって思う。あのテレビ関係者とか。 そのメディア新聞媒体もうその紙媒体とかネットニュースとか関係なく全部含めてねもうクソだと思うはっきり言ってでうんもうまあもともとクソだとは思ってたよその本当に子どもの頃テレビに慣れ親しんでる頃からクソだとは思ってたけどクソだけど面白いから言ったら俺あの誰かの動画見た時にコメントで書いたことあるけどその やってることこれとんでもないクソみたいなことやってるけどこれ見てテレビとして見たらそういうクソみたいなことやってくれた方が面白いんだよなーみたいな俺コメントを書いたことがあるんやけどそうなのよだからそういうコンプラ無視でやってるような番組の方が面白いのよだけどそのまだそれは面白さが担保されてたからいいんだけど最近はそれをやっちゃうと叩かれちゃうよその コンプラ無視で面白いことやってやろうぜってやっちゃうとたもちろん叩かれちゃうんよコンプラ違反だってお前もうちょっとねそんなのやっていいわけないだろうって叩かれちゃうわけよだから最近はどうするかっていうと叩く側に回るわけよ叩かれるのが嫌だから叩く側に回ろうとするからその自分たちはねコンプラ違反なんかしてるんよそのテ,テレビのテレビっていうかまあそう,いうそういうオールドメディアは。 その俺たちは特殊な特別な人間だと思ってるからそ上から行くからさっきのそのなんだろうコンプラ無視で面白いことをやってやれっていうところの面白いことをやってやれの部分だけが消えちゃってそのコンプラ無視は OK なんよあいつらにとってコンプラ無視で面白いことをやるのはそ,のそれをギャグにしたりネタにするのは叩かれてしまうだだけどコンプラ無視でなんだろう。 取材をするとかまあ相手の事情とか無視してその突撃取材をするっていうことに関してはそれは情報をその取材として情報を得るためにやってることだからそれは神聖なことなんだぐらいに思ってるんよあいつらは。だからクソなんよ。でも最初にさっきも言ったけどそのテレビで俺がテレビでバラエティとか大好きで見てたよ子どもの頃とかえっと学生まあいや 大人になっててててかかららも見見見たたたけどその,見てたのは面白いから見てたんよでもテレビが好きなわけではないしそのテレビのそういう業界が好きなわけでもないし入りたいとも思わないしそういう新聞業界とそんなもん大嫌いだし、うん、でそのなんだろうそれこそさ、まあ、あのアイドルとかのスキャンダルもあるわけやんかあの誰々ちゃんが何々と付き合っているとかジャニーズの何々くんが付き合っているとか付き合ってもいいやんっていう話にお前の,のそのさ だからスキャンダルが起きてさ例えば「何々」ってグループの何々くんがさ「何々ちゃんと付き合っあの密会してました」っていうのが出たとするやんかでファンがキャーキャー騒いでさ「その女殺してやるって騒いだりするやんか騒いだりするけどさよく考えてみろって「お前なんか勘違いしてるやろ」ってそもそもな <laughs> 仮にその女と付き合わなくてもお前と付き合うことなんかゼロ,ゼロなんやから関係ないやんお前,お前が何様のつもりで喋ってんねんって話なんよファン,ファンごときがな。あの 0.1円ぐらいの価値しかないようなさファンがさあのそれはな全員まとまってファンっていうものに対してはみんな感謝してるけどファン一人一人なんてあのゴミみたいなもんやでああいう大きな組織に関してははっきり言って。その ゴミっていうのは、その一人一人の感謝っていうのは、何かを買ってくれたりとか、コンサートに来てくれ、ライブに来てくれる。何かを買ってくれ、あの CD とか買ってくれる、聞いてくれる、好きだって言ってくれる。それは当然、みんな感謝してますよ。そのゴミっていう言い方して、ちょっと今きつかったけど、その感謝はしてると思う。だけど、あの、じゃあ感謝してるんだったら、私の彼氏になってよ、私、俺の彼女になってよってわけにはいかない、いかないというか、そんなわけないや。 うん、もちろん頭では分かってるんよ理屈では分かってその男女ともにねその男のアイドルオタとか女のアイドルオタどっちも理屈では分かってるけど内心分かってないのよ分かってるって口では言ってるけどない分かってないんよ分かってないというか理解したくないんよでそういうのと一緒でんだろうなそういうのをすっぱ抜くやんか言ったらそういう。 あの頭のおかしいそのアイドルファンとかを喜ばせるようなネタをつっついてやるわけでしょそうやってスキャンダル煽ったりあとまあ不倫とかねどうでもいいんだよって不倫なんてはっきり言ってあの渡部のこともそうだけどはっきり言って不倫がどうでもいいって当事者にとってはどうでもよくないよだけど渡部のことに関して関係があるのは渡部と佐々木希のぞみのあの まあ本人とその周りの家族とか知り合いまあ仲のいい知り合いごくごくごく近い知り合いだけよ関係あるのはあの一般市民とか関係ないお前ら全く関係ないしその記事あの書いてる記者も関係ないしそれを見てるやつとか渡部叩いてるやつもお前ら全員関係ないからねそんなことをいちいちいてるけどお前らには関係ないからお前らにそんな口を出す権利なんかないの。有名税とかっていう言葉あるけど有名税とか関係ないからそれ。 うん、ただその不倫叩いてるってもう不倫なんかどうでもいいやそもそもうんはっきり言ってしょうもないわって思うよねだからそういうのも全部ひっくるめてそういう古い文化もそうだしそういうなんか変なコンプラもそうだしそうオールドメディアもそうだし全部クソだと思う、うん、でも全部クソだけど必要悪ないよその中の多くはねだけどオールドメディアのこういう記事とかは正直もう古臭いから必要悪でさえないよ必要ないからただの悪ないよ もうほんまにあの黙って滅ぶべしっていう話なんよあんなものは。もうね記事あのねネットニュースとかはどうだろうなもうほんまに個人でやって 言ってる分にはや,ればやらせればいいと思うしそれは中にはいい記事もあるしガセネタもあるけどんだろう例えば「何々通信」「何々新聞社」っていうのがついてるから信頼が置けるソースだってそんなバカみたいな話はもうないんよ。そういうのがついてればついてるほど俺にとっては信頼性もクソもないよ。でもあのテレビが言ってたとかそういう「何々新聞社」が言ってたっていうのがその強固なソースになるのは特に年代が上がれば上がるほどそうなんよ。 あの年配の人ってテレビに対する信頼度異常に高いやろでもっと新聞への信頼度高いやろ新聞が言ってることはまあ間違いじゃない週刊誌に書いてることは間違いじゃない紙に書いてることは間違いじゃないんだあのメディアが言ってることが正しいんだテレビがああ言ってる正しいんだって本気で思ってるやろあのね あのその世代の人間にはさっき言ったようなネットニュースの話もそうだけどそういうメディアのしょうもない情報が通るのよ。なぜならあなたの意見が全て正しいですと思ってるるから通るのよでも今の世代は俺も含めて今の世代というかもっと下はもちろんそうだし俺らの世代もう30代ぐらいの世代20代の世代10代の世代ははっきり言って大半の人間がそんなやつはいません。でも 普通,普通はいないんだけどやっぱりああやってネットニュースでその絨毯爆撃されると信じちゃうバカがいるんよねどうしても、うん、信じちゃうっていうかやっぱりそうなんかなやっぱり火のないとこに煙は立たないのかなって思うけど思うけどっていうか思わせるわけよはっきり言ってうんだからね正直まあ今回の宮迫っていうか あの雨上がり解散の件でもうなおのことああいうネットニュースも嫌いになったしもともと好きではないけどもっと嫌いになったなと思うよねあの偏ってるのはまあ仕方ないと思うんやけどそういう情報というかあの記事書く人にも感情はあるし考え方があるから偏るのは仕方ないんやけどやっぱりねあのテレビで活躍してる芸能人は偉い それを YouTube の方に言った「うわ金稼ぎのためだ光くんとつながってるからそっちを相方に選んだんでほとちゃんを捨てたんだほとち,ちゃんが解散する」って言ったからねそもそも別にほとちゃんが悪いと思ってないよだけどそれをお互いにそのコンビ間でねその宮迫氏とほとちゃんが考えて決めて結論出した話であってあの,その部外者がほとちゃんがかわいそうとか。 宮坂が悪いってまあ確かにフジモンとかねあんたが全部悪いって言ってたけどそれは長い付き合いのつながりがあるからああいう発言が出たわけで,であの出川哲朗とかもそうだけど長い付き合いがあるからこその発言なんであって外野がギャーコラあの宮迫が悪いとかって言ってんのは柴田が言ってんのは、まあ、柴田が言ってんのはあれはまあ、まああいうキャラっていうのもあるけどねそういうことなのよはっきり言って。 だからまあ俺の見解としてはその宮迫が悪いとかトちゃんが悪いとか YouTuber を見下してる芸能人を見下してるとか全部関係なくえと全部悪いのはクソオールドメディアが全部悪い新聞が悪いテレビが悪いそういうことです。でしたバーイ